どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、嬉しいお知らせができます。こちらです。ドーン、オレンジ色の本、ガズレレのね本ソングブック5がいよいよ予約注文できる期間になってまいりました。このアナウンスがねもうしたくて待ち遠しかったんです。昨日ですね夜、ライブ配信でも告知したんですけど、改めてちょっとここでもね、しっかりした告知動画を撮ろうと思うんですけど、まずいきなり昨日間違った情報があって、7月18日の発売日でございました。すいません、昨日19日って言っちゃったんですけどね。でこの本はですね、まあすごい内容濃い素晴らしいあの本が出来上がっております。100曲ですよ。選び抜かれたガズレレレッスン動画に完全に紐づいてる楽曲100曲で、予約が始まってますからね。Amazon とかいろんなところで予約始まってるとか、細かいことは、ちょっと、概要欄のところに、ちょっとリンクを貼っとくんで、そこにね、全部の情報を載っけているんで、まずそこ一目散に見に行ってみてください。そして、この本の発売を記念して、2箇所でですね、発売記念イベント開催します。無料イベントです。皆さん、これぜひ来てください。日程は7月の23日日曜日の16時から、博多の HMV です。あのレコードショップ、本屋さんとレコードショップ、ここでですね、ガズレレのイベント開催です。そしてもう1箇所あります。東京です。今度はこちら、8月8日、8月8日の火曜日の夜19時から、渋谷の HMV さんで、ガズレレの出版記念イベントを開催させていただきます。この2つに共通している、ことはですね、まず、結構面白い、本当にリアルイベントをやりますよということと、2つともどなたでも参加できるんですけれども、通りがかりの方もね見られるというような状況なんですけど、この HMV さん、博多の HMV さんと渋谷の HMV さんで予約注文や、購入していただくと、すごい近いところで椅子に座れるような近さのところで、見られるという、優先入場と、あと、サイン、ガズがサインするよという、チケットをゲットできるということですんで、ぜひともですね、来られそうな方、HMV さんでご予約をしていただけると、すごく嬉しいですということでございます。まあ他にもね、Amazon とか、いろんなインターネット、書店さんなんかではもう予約が始まっていて、本当のリアル書店さんとか楽器店さんなどでも予約受け付けていると思いますので、ぜひ皆さん、今のうちに予約をお願いいたします。そしてこのイベントに関してなんですけど、まあガズ個人的なご希望、希望と言いますかですね。それだというとですね、やっぱ HMV さんが、ガズさんにイベント、やっていただきたい。まあ僕もね、やらせてくださいって感じでやってるんで、ぜひHMV さんにですね、予約をしてくださるとですね、私もすごく嬉しく思うんでございますので、ぜひよろしくお願いします。とはいえね、ちょっといけるかまだわかんないなという方は、Amazon などでゲットしてもらって、そこに来ていただければ見ることはできると思いますので、ね、そしてあともう一点、これをね、ガズさんちょっとお伝えしたくて、HMV 博多さんと HMV 渋谷店さん、両方ともですね、なんと電話でも予約を受け付けてくださいます。ということはですよ、皆さん、7月23日と8月8日、全然私そこに住んでないんだけど、そこに行って、だってイベントは無料イベントですからね、ガズさんに会いに来てもらって、ちょっと旅をにしてみるっていうのもすごいいいと思うんですよね。博多とかめっちゃうまいもんいっぱいありますからね。僕もね、博多とかもすげえ久しぶりに行くんでですね、ものすごいそっちの方 もうかなり楽しみにしてるんですけど、渋谷はもちろん言うまでもない日本のね、もう中心地みたいなとこですから、もういろんなもう、なんだってありますよ。もう文化がそれぞれ違う文化がありますから、全然住まいと関係ない方も、そこに旅に出るっていうのもおすすめしたいですね。だとすると、電話で予約注文して、ちょっとイベントのね、いいところで見てサインもしてもらえるっていうのがいいと思いますから、ぜひご検討ください。そんなお知らせでございます。はい。もう一回改めてこのオレンジ色の本が、出ますよ。予約が開始になりました。Amazon さんとか書店さんとか楽器屋さんとかで予約できます。100曲入りの猛烈いい曲が入ってるぜということで、この出版を記念して、7月の23と8月8日に渋谷店、HMV 渋谷店さんと博多店さんで、イベント開催、ぜひこっちで予約してねということでございます。そしてですね、私事なんですけど、まだ今現在もですね、本の、最終チェックがまだ終わってないということですね。まだ
楽譜をいじくってんですよ、いろいろ。ああじゃないこうじゃないって編集担当の服部さん、リットミュージック社の服部さんという方とですね、いろいろこうまだ最終段階なんですけど、そこでやっぱいろいろ発覚していてですね、あの楽以前取り上げたレッスン動画のテロップ表記が間違えていたりとか、いろいろコードが間違えてたりっていうのがあって、あのもう一回やり直したい曲もいっぱい出てきて、ちょっとねここ数日間、過去のあの動画が上がったり、2023年改訂版が続いたりするかもしれませんけど、それはこのソングブック5のですね、その流れなんで、ちょっとそれもあのお楽しみながら、あのそれもガズさんやっちゃってるなみたいな感じで見ていただけると面白いと思うんですけどね、ぜひよろしくお願いします。でこの100曲どんな曲が入ってるか気になるでしょ、それはねさっきもお伝えしたこの概要欄のリンクのところに曲目も書いてありますんで、それもご確認してください。そういうわけでこの嬉しいお知らせ、あの皆さんにお伝えできて、それこそ嬉しいということでございます。この方は、ね、シンプル簡単バージョンしか楽譜には書いてないんですけど、皆さんそれぞれが今取り組んでいる曲のかっこいいバージョンを自分の手でそこに書き込んでいくことでこの本が完成されるわけです。この本はまだ未完成のまま皆さんにお届けできる。あとこれ超初心者の方はこれでもう弾けるわけですからね、ちょっと慣れてる方はどんどん書き込んで自分だけの世界に一冊を作り上げてください。これが、この本のシリーズのあの醍醐味でございます。ちなみにこのガズレレの本のシリーズもうねいっぱい出てるんですよ。ソングブック5と緑色の最初のやつで6冊と、子供と歌おう、ウクレレというのは7冊目なんですね。ウクレレはプラスガズピアノの本も出てますから、もうすごいことになってるんですけど、もうなんと累計、全部合わせると18万部を超える大ヒットになっております。その分皆さんがですね音楽を始めてくれて笑顔が増えていて、この本でもみんなでもうワイワイ言いながらこう歌ってる姿をこう想像するとですね最高なんですよ。はい、ガズさんの、やっぱり目指すところは全ての人が音楽を聴くだけじゃなくてやる、音楽をプレイすると面白いじゃん、笑顔になれて夢中になれて、そういう人が増えるときっと世の中が良くなるぞというふうに思っているんですよ。実際皆さんガズレレ始めていかがですか。きっとねこれ夢中になれちゃってもう豊かな時間になってんじゃないかな、毎日の日常にポップなあの素晴らしい音楽の時間が入ってくる、今まではエンターテインメントもらってばっかりなのに今度今自分でプレイしてるわけですから、そういう人が増えるとですねきっとすごいナイスな世の中に、変わってくるんじゃないかなと思って、皆さんもその、一端を担っていただいているわけでありがとうございます。この楽しさねまたどんどん広げていきたいなと思いますんで、この本とか、まあ、いろんなことで、日々のこのガズレレ YouTube の更新とかで、この活動を、もりもり進めていくぞということで、皆さんも一緒に進んでいきましょう。はい、今日はそういう告知動画になりました。皆さんよろしくお願いします。概要欄チェックだぜ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。